警戒して臨まなくては。呪い捕らえられまい。俺たちに断ざっちまった。ライフとか食らいつくっちまった。熱光陣飛炎冷却追撃のポコポコポコ食らえ。天使の剣にとどろけ。とどめラッキーレイブン。フッ、ホーガチュウ、そこだ。食らい尽くす。ホーガチュウ、デスバル、逃しはしない。スーパーブレス、そこだ。食らい尽くす。そこよ。呪い、とどめ、ナファティーエイブン、スイヤン、効果時、ホーガチュウ、レイヤ昇竜拳、スイヤン、そこだ。食らい尽くす。ホーガチュウ、呪い、スイヤン、とどめ、ラファティーレイブン、邪魔よ。熱光陣、支援連客。怪我はないの？うん、大丈夫だよ。切り替えがありそうだ。効果的呪い熱光陣、捕らえられまい。ホーガチュウ、そこだ。くらえつく。そこよ。とどめラファティーレイブン、効果的そこ呪い届けと効果的そこよ。呪い安いや、そこだ。くらえつく。そこよ。呪い安いや、とどめラファティーレイブン、邪魔よ。ホーガチュウ、レンガ昇竜拳、そこだ。くらえつく。そこは効果的ガンザメスパイチ。呪い安いや、決着ですね。強剤洗浄に駆けつばる。ウジキ呪い、そこだ。食らい尽くせ。その呪いもきついや。サンガ効果人、とどめブレイクブルード、邪魔や効果人、そこよ。そこだ。食らい尽くせ。呪いきついや。効果人、とどめ。大したことなかったわね。効果的そこよ。呪い捕らえられない。そこだ。くらい尽くせ。とどめブレイクブースト。呪いスイヤ、そこだ。くらい尽くせ。呪いスイヤ、とどめブレイクブースト。その程度だ。そこよ。呪いスイヤ、そこだ。くらい尽くせ。邪魔、呪いスイヤ、容赦しない。一撃じゃ生ぬるい。絶版滅衝撃天に届けと、レイジ完全勝利ですね。
ックス捕らえられる。とどめブレイクブースト効果的。そこよ注意だぞ。そこだ食らい尽くす。次呪い追加効果的。とどめブレイクブースト効果的。そこよ呪い。そこだ食らい尽くす。呪い追加効果的。とどめブレイクブースト邪魔効果的。いつ見ても奇抜な格好じゃの。慣れちゃいるが、お前に言われたくは。いいぞ、マロ！効果陣、そこや！呪い！効果陣、効果陣！天下潮流客！空波天下攻撃！そこだ！いけるか！天下攻撃！呪い！タイヤ！逃しはしない！サンダーブリップ！邪魔よ！続く！効果陣、天下潮流客！天下潮流客！そこや！天下攻撃！影スラル！呪い！ま、こんなもんじゃろ。準備はできてるか。効果的。ガンダム最近。そこだ。クライマックス。呪い。ダイヤ。逃しはしない。ガンダムブリッツ。熱光陣。効果。効果陣。熱光陣。クライマックス。ガンダム最近。呪い。とどめ。ブレイクブースト。捕らえられない。効果陣影スバル。呪い衝撃脚飛炎冷却。捕らえられない。根っこくしまった。効果陣そこよ。呪い効果陣万山滅退陣。呪いせいや。いくたびやろうと結果は変わらんよ。手間をかけさせないで。普通にでも少し左も効果的。そこや呪い。いけないか。左もそこだ。食らい尽くす。はい、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン効果しまった。熱光陣ピエン冷却。注意だぞ。空波絶対攻撃。熱光陣無事か。そこだ。クライマックス。呪い。とどめラパティレイブン。クライマックス。そこだ。クライマックス。呪い。セイヤ効果陣。とどめラパティレイブン。効果陣ガンザン滅退陣。次効果かけすばる。呪い。邪魔するなら始末する。
呪い決めます効果しまった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 しまった効果しまった効果しまったそこだ食らい尽くす呪いせいやとどめブレイクブースト効果でガンザン滅退陣レンガ昇竜脚サファイアキャップ効果でガンザン滅退陣呪いせいや効果でそこに参りますオーディスファイラルヘル随分変わった立ち筋ここいらじゃマイナーなもん魔をかけさせないで呪い容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペイン効果的ガンザン滅退陣効果的そこそこだ暗いボスそこや呪いとどめラバティーレイブンそこだ暗い尽くせ呪いとどめラバティーレイブンせいや効果的そこやしまったそこだ暗い尽くせ呪いとどめブレイクブースト双銀脚封じ重ねかけろレッコーディン飛炎連脚円が昇竜脚貫け力効果的そこや飛炎連脚効果的双銀脚しまったそこだ食らい尽くすそこやとどめラバティーレイブン効果的そこやしまった効果的ガンザン滅退陣効果的ガンザンしまったこの距離なら外しませんゼロの方吐く切り札を出させたことは褒めて ま、こんなもんじゃろう。行くわよそこ呪い一度かと三段が2円連結しまった効果陣ハゲドワール三段がしまった効果陣容赦しない消えない傷を刻んで果てろリーサルペインそこだ暗い尽くせるとどめブレイクブースト呪いが弱い空は絶衝撃そこだ暗い尽くせる呪い封じろとどめブレイクブーストそこだ暗い尽くせ呪いせいや効果でとどめラバティーレイブン効果で砲撃中そこだ暗い尽くせ決定やれやれ。
成果を。俺の感性が叫んでいる。じゃあ次もよろ。アイフリードか。僕も戦うんだね。グリモ姉さん、どうしたんじゃ？解読で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて、宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ？何？あの体から出てるのは？汚れじゃ。こりゃ限界じゃのう。ゴーマ病。宿屋の人まで突然どうして。ゴーマかだ。汚れが溢れた。汚れ。村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの？ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです？
は遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマがタイマシどもを足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。
さあさあ見ていきな。そこの人ちょっと寄って。行くの？お母さんは？モアナ、お母さんはまだ遠くにいます。じゃあお家で待ってないと。ハリア村へ戻ろうよ。村では怖いゴーマが暴れていてとっても危ないんだ。でもモアナ、お母さんに会いたい。モアナがゴーマに襲われたらお母さんが悲しむよ。元気でお母さんに会うために今は一緒に行こう。わかった。モアナ、一緒に行く。お母さんを悲しませたくないから。話してもらうわよ、ゴーマ病と汚れのこと。あんた精霊の禁忌を破るつもり？こいつら次第だ。精霊の禁忌？ことはゴーマだけの話じゃないのよ。この世界の仕組みと言ってもいい真実、下手に知れば人間そのものの足場が崩れるかもしれないほどのね。だから精霊はこの件を人間に語ることを禁忌としてきたんだけど。それでも知りたいか？私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。いいだろう。そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。人間はもともと誰もがゴーマになる。心に抱えた汚れが溢れればな。汚れとは何なのですか？理性では抑えきれぬ負の感情、人の心が本質として抱えている業じゃよ。知っていたのか？魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう？言われてみればかなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿でささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから清涼はゴーマ病という仮病を広めただろうな。嘘です。だって開門の日以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも精霊も特別な霊的才能、霊能力のない人間には見えない存在だった。波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったがな。
なんで急に見えるようになったんだ？人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが、同じように降臨の日を境に、精霊まで人間に見えるようになり、大量の対魔師が生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも、病気でなければ、村人が一斉にゴーマになるはずがありません。八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って。クーマは、人が出す汚れを吸収して、カノ主に送る。なのに、僕たちが地脈点からモアナを連れ出したから。ボーは賢いなぁ。そう。吸収されなくなった汚れが溢れたのじゃ。つまり私のせいか。ねえ、どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かったわ。地脈点から全てのクーマを引き剥がす。カノ主の力を削ぎ、覚醒を阻止するために。でもクーマを奪ったら人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。やらなきゃアルトリウスを殺せない。下に恐ろしき女よな。真実を知って進むか。いいだろう。外見が違うクーマを探すとなると、やっぱり地脈点を潰していくしかなさそうだな。人とゴーマの違いは。エレノアだよ。元気出して。エレノア、エレノアのお母さんもずっと見ているよ。はい、その通りですね。グリモワール、さっきの話を詳しく聞かせて。汚れの件？禁忌だって言ったでしょ。人の感情、業が汚れという毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かった。汚れの発生を防ぐ方法はないの？人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるものだから。あんたたちは何らかの対応をしてるはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ、人と違ってね。嘘ね。私は精霊がゴーマ化するのを見た。それは外部の膨大な汚れにさらされたからよ。あ、確かに監獄島は囚人とゴーマで溢れていた。それにメルキオールは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは汚れか。精霊にとって汚れはまさに毒なのよ。だから精霊は正常な存在を器にして汚れから身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ご名と。つまりエレノアが汚れたら、ライフセットのアイゼンが言ってた器が壊れたらって、汚れたらって意味だったのか。その通りよ。小さな心のほころびが大きな志を砕くことはよくある。ピュアピュアな対魔師のお嬢さんをあまりいじめちゃダメよ。忠告として聞いておくわ。第4種管理地区の島から逃げてきたという密漁者を沖合で助けてやったんだよ。そいつどこぞの料理人に頼まれて、その島に住んでる珍しい狼を狩りに行ったらしいんだけど、島には狼どころか動物の姿なんてどこにもなかったって。
なんでそいつが逃げなきゃならなかったんだ？何もいないはずなのに獣の叫び声が島中に響いて怖くなって船に戻ったら、積んであった食料が食い荒らされてて船が傷だらけになってたんだってさ。慌てて逃げたらしいけど、出航してすぐに船が沈んじまったそうだ。ほう、人間を手玉に取るような賢くて荒っぽい獣がいるってわけだな。おそらくな。後から聞いたんだが、その島では大麻師が何人も命を落としてるらしい。行くつもりなら十分注意した方がいいぜ。